そんなの無理だろう。っていうか、100歳超えてそんな欲しいものとかあるのか。そういうわけだから、俺は絶対に75歳になるまで年金は受け取らない。ブラックワールド。いやー、こんな楽しい飲み会は久しぶりだな。まったくだよ。でもみんな結構老けたよな。俺の名前は熊本。今年65歳になるが、まだまだ現役で働いている。今日は高校の同窓会に参加し、幼馴染の高一と昔話に花を咲かせていた。しかしお前、結局この年まで結婚しなかったんだな。その話はやめてくれよ。俺だっていろいろ頑張ったんだけどな。俺と高一は小学校から高校までずっと同じ学校。誕生日も3日違いで、2人一緒に誕生日パーティーをやることも多々あった。今まで一度も喧嘩したことはなく、65歳になった今もよく会う仲だ。一つ大きな違いがあるとすれば、高一は妻子持ちで、俺は独身だということ。学生時代はネクラで、いわゆるガリ勉だった高一。俺も決して人気者ではなかったが、まさか社会人になってすぐ彼女を見つけ、そのまま結婚していく高一の姿を見た時は、置いてけぼりにされたような気がしたものだ。俺だって本気を出せばいつでも結婚できる。そう自分に言い聞かせながらも、彼女を作るための努力はせず、気づけば独身のままこんな年齢になっていった。でも一人身もそれはそれでいいもんだよ。自分で稼いだお金を自由に使えるし。だよな。うちは娘に子供が生まれて、いろいろお金がかかるんだよ。お前、おじいちゃんになったのか。じゃあまだまだ働かないとな。いや、もう今は働いてないよ。会社を辞めて年金で生活している。そんなので大丈夫なのか。嫁も子供もいるんだろ。こんな早くリタイアしないで、もっと働けよ。いやいや、なんでお前にそんなこと言われないといけないんだよ。俺だって将来のためにまだまだ現役で働いてるんだぞ。生活に余裕そうな高一が、まさかもう働いていないなんて。驚きとともに、なんだか差をつけられているようで腹立たしくも感じた。どうせ無理して節約生活してるんだろう。絶対まだ働いて10年後に年金もらい始めた方がいいのに。でも人生なんていつ終わるかわからない。もらえるうちにもらっておいた方がいいよ。いや、分かってないな、お前は。年金制度がどういう風になってるか知ってるか。俺は高一と違い、しっかり年金制度のことを調べている。何も知らなさそうな高一に教えてやるよ。年金受給の開始年齢は60歳、65歳、70歳、75歳の4つの選択肢があるんだ。知ってるよ。だから65歳からもらっても問題ないじゃないか。はあ、分かってないな。65歳からもらうのだって立派な権利だ。それをとやかく言われる筋合いはないよ。それが分かってないんだよ。お前は本当に情弱ってやつだな。そんな言い方ないじゃないか。いいか高一、この開始年齢を繰り下げるほどもらえる年金が増額されていって、マックスの75歳までになるとどれくらい増額されると思う？さあな。正解は 84%。 簡単に言えば、俺は75歳からお前のもらっている年金の 1.8 倍の金額がもらえるんだよ。でも俺はお前より10年長く年金をもらっている。合計額で言えば大差ないだろ。でも俺はその間働いてお金を稼いでる。老後は働いて少しずつ貯めたお金と年金で遊びまくるんだ。初めての俺と高一の喧嘩はまさに俺の勝ち。そう勝ち誇った気になっていたのだが。だいたいお前はそんなに金が欲しいのか。人生はお金だけじゃないぞ。世の中お金が一番大事に決まってるだろう。でも代わりに俺は妻や子供、孫と大切な時間を過ごせている。いや、それは。それに俺たちだって若くない。どんどん年老いてるし、いつ寿命が尽きるかもわからないんだ。例えばこの先長く、
例えば100歳以上まで生きられるなら1回にもらえる金額は多い方がいいかもしれない。そうだろう、俺が正しいじゃないか。でも男性の平均寿命は81歳、女性の87歳より少し短い。もし80歳で死ぬなら60歳から受け取った方が多くなるけど、81歳まで生きたら65歳からの人にわずか1年で追い抜かれる。何の話をしてるんだよ。一度選択したら変えられない。熊本は75歳から受け取るって言うけど、それで他の年より儲けようと思ったらもっと長生きしなきゃいけない。なんなら75歳の段階で体に問題なく健康体でいなければいけないんだ。大丈夫だよ、それくらい。俺は100歳、いや120歳まで生きるね。そしてガッポガッポお金を使う。そんなの無理だろう。っていうか100歳超えてそんな欲しいものとかあるのか。そういうわけだから俺は絶対に75歳になるまで年金は受け取らない。第一、お前一人身でちゃんと健康には気を使ってるのか。さっきも健康診断の数値が悪かったって話してたけど。それはたまたまだよ。どうせお前のことだから毎日カップ麺とかコンビニ弁当ばかりなんだろう。別にいいだろう、今までそれで問題なかったんだから。はあ、俺たちも若くないんだし、そんなんじゃ75歳までにいつ大きな病気になってもおかしくないぞ。俺は昔から体だけは丈夫だから。今と昔は違う。それに75歳までの生活費はどうやって稼ぐんだよ。今も会社の再雇用で働いてるよ。でもそれだと収入減って生活厳しいだろう。服もそれ結構ヨレヨレだぞ。もし体壊して退職したら75歳まで収入ゼロだぞ。そんな苦しい生活を送っていいのか。ああもううるさい。体は大丈夫だし、それに75歳からの贅沢な生活を考えればこのくらい余裕だよ。それは慢心なんだよ。俺はお前のためを思って言ってるんだぞ。嘘つけ、お前は俺のこと下に見てるだろう。そんなことない。俺は75まで健康に生きて贅沢な生活を送ってやる。後になって助けてくれとか言っても遅いからな。それ以来俺と光一は一切会うことがなくなった。気づけば連絡を取らなくなって7年。光一のやつまだ元気にしてるのかな。喧嘩別れになっても光一の安否は気になるが、今さらあの時のことを謝って連絡を取る勇気もない。連絡がないってことはある意味相変わらず元気にやってるってことなのかな。俺はそう言い聞かせ、なるべく光一のことは考えないようにしていた。というか他人のことを心配している場合ではないのだ。まだ給料日まで遠いのに全然お金がない。72歳になった今も働き続けているのだが、お金はないし体力も持たない。住居はボロボロのアパート、服は何十年前に買ったものを未だに着続けている。食事はもやしだけか、給料が入ればカップ麺。体はどんどん痩せ細っていき、家では布団にひっくり返っているだけ。あと3年で贅沢な暮らしが。でも本当にこのままあと3年生きられるのかな。そんな嫌な予感はしっかり的中。ステージ4の癌です。心構えはしておいた方がいいかもしれません。嘘だろ。健康診断の結果が悪化し、検査入院してすぐのことだった。ただでさえ切り詰めた生活してるのに入院なんてしたら、それこそお金もないじゃないか。ご家族にもしっかりお話ししておいてください。だが家族なんていない。心配してくれる友達もいない。その日から俺の一人ぼっちの闘病生活が始まった。俺このまま本当に一生を終えてしまうのか。心の支えもない。これから良くなる未来も見えない。入院に多額のお金を使ってしまったため、もし退院できたとしてもまともな生活が送れない。ああ俺はこのままどんどん弱っていくだけなんだ。一人で病室のベッドに座り続けるとどんどん嫌なことばかり考えてしまう。そんな時ふと光一の顔が思い浮かんだ。
せめて最後にあいつと、もう一度会いたいな。でも今さら、高一に合わせる顔なんてない。あんなに体は丈夫だと言い張っていた俺がこんな状態だなんて、あいつに見られたら笑われるかもしれんな。でもこのまま、誰とも会わずに一生を終えるのは嫌だ！もしもし、高一、久しぶり。実は、今さ。熊本、体は大丈夫なのか？高一、あの時はごめんな。あの時って、同窓会の時か？あんなのもうどうでもいいよ。家族は今も元気か？ああ、この前も孫と一緒にマラソン大会に出たんだよ。そう言って高一は写真を見せてくれた。本当に走ってるんだ。もう72歳だろ。高一はまだまだ元気そうだな。今は毎日孫に振り回されてヘトヘトだよ。いいな。俺も結婚はしておくべきだったよ。まさか誰とも結ばれず一生を終えるなんて。おい、そんなこと言うなよ。まだ諦めるなって。それから高一とは励ましてもらいながらいろいろな話をした。二人で話していると学生時代に戻ったような気がしていた。じゃあまたお見舞いに来るから、絶対諦めるんじゃないぞ。ははん、分かったよ。ありがとう。高一はそう言ってくれたが、一人残された病室で俺は再び絶望の淵にいた。生活に余裕があればこの年でもあんなに元気に過ごせるんだな。こんなことなら無理して貧しい生活なんてせず、もう少し早く年金を受け取っておけばよかったな。俺の名前は熊本。真面目に働く会社員だけど、金はあればあるだけ使ってしまう。ギャンブルが大好きなので休みの日は大抵パチンコをしている。おお、来た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 、よっしゃー、久々に勝ったぞ。これでしばらくは贅沢できる。とりあえず今日は飲むか。今日のお昼はちょっと贅沢にしてやったぜ。高一、お前そんな弁当食ってんのか。うん、朝作ってきたんだ。手作り弁当なんてケチくさいな。俺なんてカツ丼とラーメンセットだぜ。昨日パチンコで大勝ちしたからな、羨ましいだろう。そうだね、羨ましいよ。俺は将来のために貯蓄が必要だからさ。貯蓄ね、それもいいけどさ、やっぱ若いうちにお金を使って経済を回さないとダメっしょ。俺なんて貯蓄ほぼゼロだけど給料全部使ってるぜ。もう少し俺を見習ったらどうだ。貯蓄ゼロって2025年問題を知らないの？2025年問題？なんだそれ。今の団塊の世代が一気に76歳以上になって引き起こされる問題のことなんだけど、それによって。なんか小難しいこと言ってるな。まあどうせ大したことじゃないだろうし、適当に返事してればいいか。それから2年後の2025年、俺は保険料や税金の支払いに追われていた。くそ、また負けちまった。最近負け続きじゃねえか。保険料も税金も支払い期限ももうすぐだっていうのにどうすんだよ。これじゃ払えねえよ。はあ、明日からの昼飯どうすかな。腹減った。なあ高一、お前の弁当なんか前より豪華になってないか。毎朝妻が作ってくれるからなんだか豪華になってるのかも。この前も手作りパンを作ってくれたり、ケーキを焼いてくれたり、韓国料理を作ってくれたこともあったな。俺はこんなに金がないっていうのに、なんでお前はそんなに余裕あるんだよ。2、3年前から2025年問題を見据えて貯蓄しておいたからかな。2025年問題？なんだそれ。それ2年前にも同じこと話したよ。ね、そうだったか、覚えてねえや。しょうがない、
もう一回説明するね。2025年問題とは、団塊の世代が一気に76歳以上になって引き起こされる問題のこと。それの何が問題なんだ？団塊世代というのがポイントなんだ。団塊世代にあたる1947年から49年の間に生まれた戦後世代の子供はおよそ270万人。これが第一次ベビーブームと言われているんだ。ちなみに2023年に生まれたのはたった80万人なんだ。たったの80万人？それを聞くと270万人ってすごい数だな。そしてその4年間の子供を合算すると約800万人。その子供たちが後期高齢者となり、一気に800万人増えたというわけなんだ。ちなみにそうすると後期高齢者は4人に1人の割合になるんだ。それがどう関係してるんだ？あと後期高齢者ってなんだ？後期高齢者とは75歳以上の老人のことだよ。後期高齢者が増えることにより医療費がかなりかかると言われているんだ。まあ年取ったらしょうがないだろうな。60歳から65歳までの平均医療費は年間で40万と言われているけど、70から75歳は1人当たり約80万円と言われている。そうすると必然的に負担する医療費も増えるよね。10年年取っただけで2倍になっちゃうの？その10年で40万 ×800 万人で3兆2000万円も医療費が上がるってこと。もう一つポイントが、後期高齢者の医療費負担は通常の3割ではなく1割ってこと。なんで後期高齢者だけそんなに安いんだ？ずるいじゃないか。その年までみんな働けるわけじゃないだろう。まあ例外もあって、収入がそれなりにある高齢者は2割だったり3割だったりと負担額は変わるが、その割合は極めて少ない。そういうわけで3兆円以上の医療費を国が負担しなければいけなくなる。そしてこれを補うために国はどうしたと思う？そんな金額どうやっても無理だろう。桁が違いすぎるよ。消費税を増税したんだよ。なんで消費税なんだ？保険料じゃなくて？財務省は社会保険料は国民全員が負担するものと位置づけているんだ。なるほど。消費税だったら老若男女関係なく全員から徴収できるってことか。普段レシートなんて捨てちまうし、消費税上がったのなんて全然気がつかなかったよ。一体どれくらい増えたんだ？消費税が 1% 増えると2兆円の税収が増えると言われているんだけど、政府は 3% から 5% を増税したんだ。いや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 、 1% で2兆円なら 2% だけでいいじゃないか。増税をすると買い控えが起きて消費者の購買意欲が低下するんだ。そうなると消費税全体が下がってしまう。その下がった分を補うために多めに増税するって魂胆か。上がったのは消費税だけなのか？いや、金融所得課税、株や FX で稼いだ金、株の配当金にかかる税も増えたよ。今までは 20% の課税だったけど、 25% から 30% に上がったことにより2000億円税収を増やせたんだ。投資も何もしてないから知らなかったよ。消費税が上がったせいでいつの間にか金がなくなってたんだな。金が必要なのは分かったけど、そんなの一時だけだろ。そんなに心配しなくてもいいんじゃないか。平均寿命は男性は81歳、女性は87歳と言われているから、75歳から考えるとこの状況が15年は続くってことだよ。15年か。確かに長いけど、まあなんとかなるんじゃないか。甘いね。第一次ベビーブームがあったということは第二次ベビーブームもあったんだよ。ということは、2025年今の後期高齢者は2200万人に対して、2026年は横ばいして2300万人になると言われているよ。減るどころか増えてるじゃん。さらに今の現役世代は7100万人、それが40年後の2065年には4500万人まで減少すると言われているんだ。後期高齢者は増えるのに現役世代は減るのか。確かにそれじゃあ俺たちの負担が増えるのもわかるよ。2年前にも同じこと話したのに。あ
あの時の俺はバカだったよ。あの時少しでも貯蓄しておけばよかった。でもこの話を聞いて俺は決めたんだ。節約してちゃんと貯蓄する。まずはギャンブルをやめて自炊する。米ともやしを中心とした生活に切り替える。よーし、やってやるぞ。翌日から早速もやし生活を開始した。うわうわ、もやし炒めもうまいな。こんな感じで節約続ければあっという間にたまるだろう。しかし良かったのは初日だけで、2日目にはもやしに飽きてしまった。さすがに3食もやしじゃ飽きるよな。そしてついに4日目には我慢することをやめ、食べたいものを食べることに。やっぱ我慢は体に良くないって言うし、飯は食いたいものを食べるべきだよな。うめえ。そして1週間後には禁止していたパチンコも我慢できなくなり、ついに元の生活に戻ってしまった。そして2026年になった今、俺の生活は一変していた。おい、そこしっかりやれ。はい。膨れ上がった借金が返せなくなるし、そのせいで会社をクビになるし、返済のために仕方なくとび職になったけど、こんな仕事やってられねえよ。今建ててる立派な家は高一の家だってよ。俺はこんなボロくて狭い寮に詰め込まれてんのに。しかも食べれるのは米ともやしだけ。あの時ちゃんと高一の話を聞いて節約していれば、こんなことにはならなかったのに。くそ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。